はい、フルジュエンをソースとかケチャップで磨く件なんですけど、この間ちょっと綿棒で分かりにくかったということだったので、歯ブラシでしっかり磨きたいと思います。まず、ケチャップソースなんですけど、まあ似たようなもんですね。まあ、ソースでもケチャップでも大体似たような感じなんですけど、これはソースケチャップですね。これでちょっと磨いた、こっちこぼれちゃった。この真ん中にあるのが、まあ、比較的新しい、まあ、ピカピカの10円ですよね。ピカピカの10円なんですけど、まあ、どれかサンプルにして、どうですかね、こうやって緑がかってるのをちょっと使って、ソースケチャップで磨いてみたいと思います。ちょっと余計なものをどけて、この辺で磨いてみますね。じゃあピンと合ってるかしら、よいしょ、磨いてみますね。変化が分かるように半分だけゴシゴシやってみますけど、こうですかね、ティッシュで、この緑色の緑の分はすぐにこう取れるのがよくわかりますね。まあ、10円玉の汚れについても、まあ、緑色になるのはね、緑色だってわかりやすいんですけど、いろいろ油とかですね、手垢みたいなやつがまだ、ほこりなんか混じったりなんかすることがあるので、それぞれね、汚れって一口で言ってもいろいろ複雑、成分そのものが複雑だったりしますね。ソースやケチャップの場合はこの有機酸が中に含まれているので、その酸で、まあ、緑色、炭酸ですとか炭酸塩ですとか、まあ、水酸化物ですね、それから溶けやすいっていう、そういう理屈なんですけどね、はい、ちょっとこすっただけでこんだけ、これ綺麗になったら分かるでしょうかですね。まあ、全部やっちゃってもいいんですけど、比較が分かるように、比較できるようにちょっと残しておきますけど、こんな感じです、ね、一応ここで止めておいて、後で全部こう綺麗にトライしてみようかと思いますけど、で一旦ここでですね、ソースじゃなくてマヨネーズもやってみようかなと思ってるんですけど、マヨネーズが残りが少なくなってて、これでやってみますか。じゃあさっきとは違うブラシでつけますね。じゃあ全く同じサンプルってなかなか難しいんですけど、ちょっとこっちが緑がかってるから、これ近いですかね。こすってみますね、マヨネーズで。はい、ちょっとこするともう銅の光沢色っていうかね。ただ銅って10円玉は銅かなって言いますけど、全部銅でできてるわけじゃなくて、正確に言うとね、合金だったりするんですけど、まあ、銅の成分が多いということですね。どうでしょうか。緑の部分は大体抜けたんですけども、ちょっとこするだけで抜けたんですけど、こんな感じですかね。全体をつけて、もうちょっとしっかり磨くともっと綺麗になるんですけど、一旦またここでちょっと止めてみますね。ね、まあ、フルジュエンと比べると、他のものと比べてだいぶこの銅の光沢の部分が見えてきたことがわかります。